こんばんは、ジャンチンです。今日ポケモンやっていきたいと思います。いつも見てくださってありがとうございます。チャンネル登録と高評価ですね、もうぜひよろしくお願いします。コメントも待ってますので、やるよ。よし、話しかけよう。お待たせですわ。あ、ありがとうございます。あ、秘伝の鎧ゲット。なんだろう、秘伝の鎧って。ん？出てこい。あれ？何？秘伝の鎧ってポケ？ふぅ、え、そういうこと？おお、すげえ、気合が入りまくりだ。えぇー、ひぃ、おい、なんだこの可愛い生き物。いやどういうことえ、かわいい。え、このかわいい格闘クマタンが鎧ってこと？でや？やっぱクマタンだ。え、かわいい。このポケモンこそがマスター道場秘伝の鎧？その名もダグマ。ダグマタン！ダグマタン。体は小さくとも凛と育てれば、いかなる敵の進撃も阻む。滑空環境？屈強な鎧になるやん。カットしようと。中でもこの子はものすごい才能を秘めてるんだけど、引っ込み思案なところがあってね。なんで可愛いの、もう。あ、そういうこと。あ、そういうことね。仲間になろうぜ。あ、ほら、優しい眼差し。ベアーマチラリ。あ、来た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 ぞ。よち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 、自爆しないでね。よち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 、わーい。なんか意外と素直にやってくれたぞありがとう。え、かわいい。なんだろうこれ。鎧でしょ。あ、もう鎧ポケモン。いや、もう鎧じゃないよね。鎧ってことでもクマでしょ、強い。でも鎧ポケモンかな。拳法ポケモン、そっちかい。格闘タイプね。頭の白く長い体毛を引っ張ると気合が高まり、丹田からパワーが湧き上がる。そんなチャクラみたいなもんだな。よしけ。ちょっと師匠に一旦お戻りになってもらって、とりあえず仲良しそうね。あ、オッケー。景色がいいところ一緒に眺めればすぐ。なるほど。あ、すごい。あ、キャンプね。いいね。戦闘のポケモンボールからだ。あ、つら悪いですね。びっくりした。え、いや、ポケモン出せんの？ちょっと待って、うんとか言っちゃったけど、ちょっと待って、ポケモン出せんの？え、あれ？ポケモン今まで出したっけ？え、出せないよね？出せんの？出せる？パワーワードだな。え、出してみよう。ああ！お前！おい、なんてこった。おお、離れると来る。でも抜け忍ちゃん遅くない？ちょっと見て、ほら、ふわー抜け、ふわー、ほら、こっち。ねえ、離れてっちゃうよ。来ない。あ、帰るか。来る。うん、来るぞ。遅っ早そうな子選ぼっか。じゃあエースバーガーにしてみよっか。あ、来た。あ、早い。あ、早い。これさ、ちなみにさ、あれ、待って、こっちから来たぞ。これは、え、パタん、何こいつは、何、あ、野生だったいやーん、ミミロリちゃんだ。とりあえずね、まずインデちゃんにしてみよう。あれ、いけた。あ、いたー。すごい、堂々、あ、ケイシーがいる。堂々としてるな。遅っ。あ、早い。よし、行くか。景色がいいところって言ってたね。景色がいいところってどこだ？なんか、景色がいいところ探してみたんですけど、なんかいっぱいびっくりマークついてますね。ちょっとここ全部行けってことなのかな？ちょっとこっち行ってみようかな。行ったことないから。クジラいたとこかな？あそこら辺かな？あ、びっくりした。おぉ、心臓に悪いないんでじゃん。これさ、自転車こいだらさ、どうすんだろうね。こちら。あ、いた！カメラ開け。おー、やばい。
もうこっからいけんのかな。このままいっちゃおうか。花飾りがある。あ、ヤドンちゃんだ。行くぞ。あ、ここにも待ってんの。主人近くにおるで。出会ったディグだと。あ、インテちゃん水どうなってんの。待ってる。嘘、インテちゃん。あ、消えた。え、怖い。どこ行った。スイー、あ、消えた。あ、自動的にモンストボール帰ったってこと。さすがに付き合ってらんねえと。え、何これ。っていうか、あそこは来た。あれいるやんけ。おい、びっくりした。急に来た。あと、ここにいるね。おい。おい。で、で、あ、なるほどね。あれ何、何あれ、ちょっと行ってみようか。え、ポケモンでいいのかな。え、ポケモン、あれ目が。え、あ、ポケモンだ。やば、ずっといたね。ホエル王で、やば。おー。じゃあちょっとゲットしちゃいましょうか。でっけえクジラがいる。って、待って、80レベル捕まえられる捕まえられない。逃げる。これいつも出てくんのかな。え、消えた。やば。1日1回とか出てくんのかな。この、え、強い王様じゃん。え、なに、え、なに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 、こっちはなんだ、こっちはなんだ、待とう。はい、どん、なんだ、なになになに。ああ、ここやべえ。サメ肌、サメと遭遇しちゃったよ。インディちゃん一緒でよかった。しゃ、いいね、サメ肌使いました。サメ肌でしょ。これはもう相手のサメ肌でいくのか、上手でいくのか、サメ肌かな。ここはね、サメ肌ポケモン。凶暴ポ、上手の方が近かったじゃん。じゃあ凶暴ポケモン。海のギャングと呼ばれ、生息海域に入り込んでしまった。船は漏れなく襲われてしまう。あ、水とアクタイプなんだね。いやー、80レベルのってどうやって捕まえたらいいんだ。もう私全部捕まえられたっけ ?80 ってね。ま、できた。怖い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 。リアル上手やん。怖っ。海来たんですけど全然違ったんで一回戻ります。海に行きたい気持ち。おっ、よし、ピッ。よし、じゃあ行きますか。森を抜けていけばいいのかな。雨降ってる今日。はぁ。ダメだ。なんか知ってるポケモンいっぱい。はぁ。なんか、ね、あ、びっくりした。あ、野生のインテリアンかと思った。びっくりした。心臓に悪いな。あ、これあれじゃん。し、この間進化させた。あ、びっくりした。あ、びっくりした。おー、あ、今日雨だからそういうことね。水っぽい子がいっぱい出るってことかな。あ、チャレンジビーチ。うお、あのネズミなんだ。こっちが気になる。ネズチュー。なんだ、あ、デデンリちゃんだ。こいつ知ってるぞ。なんか見たことあるポケモンセンターで。これまた図鑑完成への道がさらに遠くなりましたね。捕まえなきゃいけない子いっぱいいる。うん。しゃ。いいよ、しけ。デデンルでしょ?でもピカチュウとちょっと被るとこありますよね。なんかやっぱり、やっぱりね。あ、なんかでもコンセントっぽい。コンセントポケモン。アンテナ、お、近い!アンテナポケモン。電気のフェアリーなんだ。電気を生み出す力が弱いので、コンセントや他の、おお、電気ポケモンから盗むのか。あの勝ち間違ってないぞ。あ、見ても見せてもらいましょう。あ、二つだ。かわいい。この見せてお姉さんは何なんだろうな。いるよとか教えてくれるのかな。う、ウォリアン。なんか、あ、ちょっとちょっと。ここでいいのかな。あ、ここでいいんだ。出ました。待ってたよ。出てきた。はいはい、あ、おーい、あ、素敵な景色が見れる。あ、見てみましょうか。ザクマと一緒に見ます。あ、出てきた。口が開いてんな。かわいい。え、なになに。おお、おー、これ、おお、天気悪いけど大丈夫だったかな。あ、でももうね、いつもの景色もすごい輝いて見える。めちゃめちゃ天気いいわ。なるほど。あ、これがちょっとしたミッションみたいな感じなのかな。あ、こっから素敵な景色が。見てみましょう。おー、口開いてる、やっぱり。いい笑顔だ。おー。あ、喜んでる、喜んでる、喜んでる。おー、なんか、ピンと、まあ、やめときましょう。ポケモンといるとね、何でもいいから。ただの景色も幸せさ。あい!おい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 。踏んじゃうぞ。
リリー何匹いんだ、これ3匹か、いるかな、あれいるじゃん、おーい、いた、出たでー、あ、出たでバージョンだ。たまに本当に意味わかんないとこにいるよね、なんでそこに潜っちゃったのみたいな。今おお、てってきしてんな、あ、消えた、落ちた、落ちたか、大丈夫かな、あ、ペロペロしてる、待って、ここになんかいない、あ、これあれか、結構入り口近辺にいるパターンない、あ、すごいポケモンと出会っちゃった、今日2人目ですね。じゃあちょっと聞いてみましょうか、ワット星狩りさんだからな、チューリネですね、ここかな、これいない、落ちてみようか、チャリで上がれるわ、あ、いた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 、インテちゃんちょっと邪魔だなここは悪の塔、あれってことはどっかにいる、あ、ちょっとりっちゃんりっちゃん、あいちゃんニコニコディグダでしたね、今ちょっと一瞬だったけど、行ってましたね、これ起きろ、デミグラス、デミグラスタイプで分かってきたぞ、種類が何個かいるわ、あ、いたぞ、ディグダッターだダータイプですね、これ勢いがいいタイプですね、待っているじゃん、おーい、おーい、ディグダやディグダや、どうやって行くんだろうね、あ、でもなんかあの裏に行けるっぽいけど、どうやって行くんだろうね、ちょっとこっち行きます、あ、いたいたいた、お姉さん、おー、めっちゃ嵐浮いてる、こっから素敵な嵐だけど大丈夫かな、修行してるからかな、何も見えん、何も見えん何も、喜んでるからまあいっか、ポケモンとね一緒に見れるだけで素晴らしい、あ、仲良くなれた、嬉しい、というわけで来ました、この上にいるっぽいのかな、行ってみようか、またワットの彼女がいます、まあいっか、行こう、なんか意味があるんだろうけど、ちょっとまだワットさんわかんないからなワットガールですね、ワットガール、よいしょ、あ、いたー、ね、キツネがいるんだよな、よいしょっと、あ、もちろんですよ、また口開いてんな、ぽこれポカーンってしてるのかな、おー、あ、でもすごいね、いい景色、いい景色、高くってね、あ、喜んでる喜んでる、すごい綺麗、嬉しい嬉しい、あ、報告できちゃいますね、じゃあ報告いきますか、なんだろうね、このフォックス、かわいいフォックス、いや、オオカミか、なんだルガルガン、なんだろう、オオカミっぽいしキツネっぽいし、進歩系かな、昔のあれかな、いたー、イエーイ、ルガルガン、オオカミなのかキツネなのか、ワンワンっぽい感じもするし、ルガルガンでしょ、なんだろう、もうね、ここまで来るとね、もう本当にね、わかんなくなってくるんですよ。逆に、この、特徴がありそうでないとね、想像しにくいのでね、逆に。ルガルガン、ガン、ガンガンポケモンかな。おかえ、ふっ、けんなよ。おかえポケモン。ねえ、真昼の姿って何？これどういうこと？狼ポケモン、真昼の姿。素早い動きで獲物をじわじわ追い詰める。牙は常に急所を狙っている。なるほど。あ、もうだから、考えすぎてるんですね、最近は。もうね、スランプなんですよ、私。この関して。やっぱりね。逆にね、本当にアンノーンみたいな、よくわかんないやつの方がね、あれなんだよね。言いやす、当てやすい。よしこ。で、真昼の姿ってなんだろうね。夜になると変わるのかな？おじいちゃん。誰か集む？なになに？どうしたの？え、なになになに？何かあったのかな？おいたいたいた。おじいちゃん。瞑想？え、スイッチやってない？え？え、スイッチやってるよね。え、何やってるんだろう？え？いや、めちゃめちゃスイッチやってる。すげえな。あと、めちゃめちゃ菓子食っとる。おーい。およよ。めっちゃ仲良し。ベアーマ。もうね、仲良しになったよ。強く育ってるしね。もう、戦ってないけどね。え、なに、何があるんだ？おや？歩いてる。テク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 。え、なに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 ？かわいい、ポテポテしてる。マッサージしておしゃれですよね、なんか。え、なになに？え、ダグマ戦場の？ダグマちゃんの？え、なんて読めなこれ。双剣？双剣の塔でいい？双剣の塔？いどんじゃねえよ。え、なになに？あ、これあれか。青いのは水の塔。
え、赤いのは悪の塔、登れるのはどちらか一つの塔のみ、選んだ塔によって、え、格闘の方が、っていうかタイプが決まる、どっちも5階建てで各部屋に強い人たちが待ってるから、あーなるほどね、じゃあ もっともっとレベル上げたからもね、周知の森からできる、へえ面白い、なるほど、じゃあこれで塔のてっぺんを目指すってことね、タイプが選べる、修行することによって面白い、あ、かわいい、面白いね、あ、だからあれが出てたんだ、じゃあ水タイプか悪タイプになるかってことかな、ウィー、これ厚盛りでやったら嫌がれるやつ、ウィー、ほら、こうやってやった、インディちゃん、ほら、おー、来たこれでしょ、ほら、来た、なんか、あれだね、これポケモン選ばないと結構あれな感じになるね、本当に野生のインテちゃんが現れたみたいな感じで急にびっくりしますからね、ユキニンちゃんのねこのね可愛いポイントは来ない、ゆっくりゆっくりって、ほらほらおいで、消えた、消えた、そう、どこにいるんだ、あ、どこにもらえぞ、あ、いた、いた、これ自転車でしたらどうなるんだろう、いないぞ、あ、いた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 、じゃ、消えた、あ、いた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 、消えて、あ、いた